うちの娘のためならば、俺はもしかしたら、魔王も倒せるかもしれない。は、チレルによる、ライトノベル作品。略称は、うちの娘。2019年2月時点で、シリーズ累計発行部数は50万部を突破している。2014年8月1日から2017年8月12日まで、小説家になるを似て連載。2015年から、 ホビージャパンの HJ ノベルスより書籍化された。第1巻ではトリュフが、第2巻以降では、K がイラストを担当している。メディアミックスとしては、ホタ。による、作画のコミカライズ作品が2016年より連載中。第6巻にて、ドラマ CD 付き特装版が発売され、特装版付属品とは異なる内容のドラマ CD が、単品で2017年10月25日に、 発売された。また、2019年には、テレビアニメが放送された。魔人族の少女、ラティナは、予言によって、祖国を追放され、自身が暮らしていける土地を求めて、父親と隣国を目指していたが、その途中、父親は、森の中で雪が折れてしまう。一人残されたラティナが彼の亡骸のそばで途方に、暮れていたところ、森へやってきた冒険者、デールと出会った。 デールは身寄りのない彼女を見捨てられず、下宿しているケニス取タ夫妻が営んでいる酒場、踊る、虎猫邸で彼女を育てることを決意する。そんな二人は寝食を共にする中で少しずつ、しかし確実に、お互いにとって、かけがえのない存在となってゆくのであった。恋の幸は、テレビアニメ版、ドラマ CD 版の声優を示し、一人のみの記載の場合は、 テレビアニメ版の声優を示す。コミックカッカーで2016年7月22日より連載中。作画はほた。単行本は同社のメディアファクトリーブランドより観光。特装版第6巻に付属するドラマ CD には原作小説第1巻の前半を中心としているが、原作4巻の名シーンもボイス化されている。2017年10月25日発売の ドラマ CD への次回予告やキャストフリートークも収録。エッジレコーズにより、小野寺富士祭によるシナリオ、ジレルによる監修のもと、ビートニクスから2017年10月25日に発売された。月刊コミックアライブ2017年10月号でも市場通販が行われ、そちらはコミカライズ担当のホタによる絵が着下ろしアナザージャケットが特典としてついた。 ホビージャパン50周年記念アニメ化作品として2019年7月から9月にかけて東京 MX 他にて放送された。2018年9月にプロダクションリードから独立して設立された魔法フィルムの初元受け制作作品である。インターネットではユーネクストにて地上波最速放送と同時に独占配信される。テレビアニメ出演声優陣による 生配信のウェブ動画番組、うちの娘。保護者観覧放送が2019年6月30日より、YouTube ライブ、ニコニコ生放送、ペリスコープにて放送開始。ありがとうございます。